調理前のポレンタ。キノコとサラミを添えたポレンタ。煮上がったポレンタをテーブルクロスの上に直に持って食事するところ。左手前から調味料、揚げ、ポレンタ、フライドチキン、ポテトフライポレンタとは、コーンミールを上々に煮たイタリア料理である。粗挽きのトウモロコシの粉を沸騰した湯やだし汁に振り入れて煮ていき、鍋の底に焦げつかないようにこねながら煮上げる。同様の料理は、南ヨーロッパや東ヨーロッパの山岳地帯に広く分布し、クロアチア語ではジュガンツィ、ルーマニア料理ではママリガ、ハンガリー語ではプリスカと呼ばれる。小麦の生産に不適な北イタリアの寒冷な山岳地帯で主食とされてきた。原型は古代ローマの粥プルスまたはプルメントゥムで、元来はファッロやキビを粗挽きにしたものや栗の実の粉を主な材料としたが、15世紀のヨーロッパ人のアメリカ大陸到着後、イタリアに生産性の高いトウモロコシが持ち込まれて、普及した結果、材料が置き換わった。はじめは農民の食事だったが、後に一般に好まれる料理になった。焼きポレンタ。再生料理調理の際は塩、オリーブオイルやバターなどを加えて味を整える。プリモピアットとして、パスタやリゾットの代わりに、できたものにそのままソースやおろしたチーズなどをかけたりして食べる。冷めて硬くなったポレンタは薄く切って焼いたり油で揚げて食べることもある。伝統的には約1時間かけてかき混ぜながら作るものであるが、インスタント食品のポレンタもスーパーマーケットなどで入手可能である。黄色いポレンタが主であるが、白いトウモロコシの粉で作る白いポレンタも存在する。ポレンタはイタリアの西に行くほど固めになる。蕎麦のミヤクリの粉のポレンタもわずかながら作られている。ありがとうございます。